い、どうも佐藤ささらです。前回はゲームオーバーエンドですみません。ミサイルランチャーが思った以上に痛かったですね。今回は故障でミサイルランチャーを倒します。そこのゲートは通れねえ。階段から行くぞ。もうすぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に質問。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったか。ここから先へ進めると思うな。観念しろ。しや沈め。ちょしていくぞ。次を勝とう。警備多いね。妙だな。中継スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。
離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だ。邪魔すんじゃねえ。うん、いや動きが鈍いが魔力は高い。舐めてかかるな。落ち着いていく。よし、やっしゃ。どうしよう。足を狙え。崩すぞ。いや、ビリビリだ。そっちはどうだ。
助かった。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。ポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。承知しております。
ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常地の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 ッ。隙間通ってくる。せめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは。さっきの例えなら何だ？え？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。